なんか話しましょうか。猫と話するけどな。おじまさん、休みの日猫と話してるんですか？うん、たまに。な、基本何の話するんですか、猫と。猫最近どないしてんのとか。で、猫は何て言うんですか？じーっとこっち見てるで。理解してる感じで見てるんですか、猫は。うん、なんかどうでもいいやみたいな感じで。あ、それ解釈ですよね。うん、おじまさんの解釈ですよね。そうそうそう。猫的にはどうなんですかね。あんまり猫ってほら喋りかけてほしくなさそうにしてる感じしません？喋りかけてなさそうやのに、なんか向こうからなんかたまに言うてくるよね。あ、猫がですか？喋りかけてきます？うん、うん、え、猫なんて喋りかけてきます？最近どうで。あ、床暖房のところで座布団敷いてたら、うん、これひっくり返したらぬくいからひっくり返せとか。あ、ほんまですか？なんかじっと見て、こっちをなんか見て目で言うねんけども、ひっくり返したら納得してシュッていくから多分言うてるよみたいな。へえ、すごいな。猫すごいですね。うん、あいつら目でギッと動かすからね。なんかカウンセラーの人がツイートしてたのが、やっぱりみんな今家閉じこもってるじゃないですか。うん、はい。だから壁に向かってとか人形に向かって話しかける人もなんか出てきてるらしくて、でもそれはこういう環境やから全然あの問題ないです。いや問題あるでしょ。ただなんかその壁とか人形から返事が聞こえてきたら連絡くださいって書いてましたよ。ああ、だね、なんか壁に向かって喋るのは問題ないけど返事が聞こえたら問題あるというですね。そうですね、猫の返事はまさにそれじゃないですか、ね、それ。ああ、あのちょっと話変えちゃいますけど、うん、僕年末にね、あの、うん、まあ、にこれ今2020年4月もう26日でしょ、うん、12月に車が壊れましてね、あのたまたまその壊れた近くにディーラーがあったんですよ、うん、2019年ね、はい、ああそうですね、2019年の、うん、年末にね、あの車が壊れたすぐ近くにディーラーがあったんですよ、行ったことないディーラーが、うん、でそこに行って、ね、ちょっと車壊れたんですけど、ちょっとなんとかなりませんかねって言ったら、あ、もうこれ結構もう部品変えないとダメなんで、いくらいくらですって言われて、まあでも5万円ぐらいでね、あの治るかなみたいな金額だったんですけど、でもう10年以上乗ってる車やから、もう買い替えてもええかなと思って。うんうん、で、あのデミオっていう車あるじゃないですか、マツダの。うん、はいはいはい、まあ、言うたら大衆車ですよ、まあ、どこにでもある車って言ったらいいかなっていう感じでね、はい、で、そのちょ1点だけ僕こだわったのが、あの腰がそんなにいいことないんですよね僕、まあ、座り仕事が多いからちょっと作家とかしてるでしょ、で物書いたりとかするからずっと座ってるんですよね、で腰がちょっとだいぶ悪くなってきてて、でそのマツダのそのデミオにはシートが暖かくなるよっていうスイッチが、うん、シートヒーター、そうそうそう、うん、シートヒーター、シートヒーター、うん、でそのシートヒーターがすこぶるいいんですよ。ああ、あの、うん、もう乗るでしょ、でそれエンジンかけるでしょ、でポチッと押すじゃないですか、うん、2秒か3秒ぐらいでブーブワーって暖かくなるんですよ。 NO うわあったかいみたいになる、なるんですね。そうなんです。でもう人の車やけど手放せんと思って、でもうそのままディーラーにこれがこの機能が欲しいんですけど、マツダのもう何色でもいいんでデミオでこの機能がついてるシートヒーターついてるやつが欲しいんですって言ったんですよ。なら、あのもうこれは型落ちやから中古車になるんで、まあこれも市場出てくるのはもうデミオなんでね、結構いっぱいある車なんですぐ出てきますから、あの出たらじゃあ連絡しますよって言われて、さあ、年またいで1月末ぐらいになった時にまた全然連絡が来なかったんですよね。でこれもおかしいじゃないですか、そのと、ね、そのいやすぐ出てきますよ言ったら、その連絡なしでもうほぼほぼ1ヶ月まるまるまかかって、で僕その時に出してくれたディーダっていう台車乗ってるんですよ。で結構タバコ臭い台車やったんですよ、まあ台車やからね。で、はい、僕台車1ヶ月借りてたんですよその時点で、うん、台車1ヶ月借りるってちょっとなくないですか、うん、車検とかで
1週間とかでしょ普通、うん、でですよ今4月26日、私未だに台車乗っております。デミオ出てこないですね。デミオどうなってんねん。いやもしかしたらもうコロナでそれどころじゃないのかなとも思うんですけど、僕したから去年の末からもう今でもう5ヶ月目でしょ、でもう12月やったからもう6ヶ月言ったら半年ほど台車乗ってるんですよ。そのうち車検も受けなあかんな。そうなんですよ、あのもうそろそろ8月ぐらいで車検が来るんですよその車のって。でこの台車の車検僕がやるんかなって今ちょっと思ってて、いやちょっとさすがになと思ってて、でも今ほらあの自粛要請がねあって、こんな自粛要請があるときにわざわざねその車屋さんに電話して、僕の車どうなってるんですかねっていうのもちょっとね、いやちゃん自粛言われてねえからなんで車買いに行くねんって言われるでしょ世間様に。で、うん、車なんかほら買っちゃったら絶対ほら Facebook とか SNS とかでちょっと言っちゃうでしょ、いやもう車買いましてみたいな、中古車で、まあ、そんな高い車じゃないんですけどもシートヒーターが乗ってて嬉しいんですよって書きたなるでしょ。だからこの自粛要請の期間に車買いに行くのはすごい反社会主義的な匂いがするかなと。反社会反社会主義的はええと思うわ。いやすごく悩んでて、でもねよく冷静になって考えたんですよ。で僕そのデミオのどこを自慢や思ってたんかって言ったらシートヒーターでしたね、うん、でもう春も過ぎて暖かくなってきてるからシートヒーターいらない時期に来てて、だからあれ夏になったらいっぱい出てくるのちゃうシートヒーター好きが。あそうですね、もういらなくなってきたら、うん、もしかしたらね、うん、いやでもそんな車屋さんあるんやなと思って。でもシートヒーターに関して言えば外車の方がなんかもともとついとったよねよく、うん、外車の方が多い。外車は割と昔からシートヒーターついてたよ。ああもうハイブリッドのやつは大体ついてますよね今。ハイブリッドも多いんですか、うん、ハイブリッドはねエンジンで中が温まらないんですよ車自体が。なるほどなるほど。電気でやってるんで、で大体シートヒーターはついてるのが多くて、うん、でなんか今もオプションでシートヒーターがだんだん普通になってきてるみたいですね。うん、だからちょうど、ね、僕の友達がそのシートヒーター作ってはるんですよ。どういうことですかシートヒーター作ってるって。シートヒー工場で働いてるんですけど。どういうことですか。今僕の中でも内職でしたけど、ああおっちゃんとおばちゃんとそこの息子がおってこたつを囲んで。あんたそっちの部品取ってってビニール袋に入った部品を渡してでなんかこちょ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 ってお父さんに渡して、お父さんが最後のうんってなんかグッってする作業をお父さんがやって、でガチャンってやって、でまた息子が部品と部品をくっつけてそれをお母さんに渡して、お母さんがちょっとこちゃこちゃってやったのをお父さんに渡して、お父さんがグッってやってっていうのを繰り返してシートヒーター作られるみたいなイメージになってますけど間違ってますよ。いやいやもうね数がすごいんで、でもうね、マツダ以外じゃなくて他のいろんなメーカーつけてるんで、かなりの生産数あるみたいですね。あ今もシートヒーターついて当たり前なんですかね。そう、あとあれその バッテリーヒーターがついてるんですよね。うん、このハイブリッドのやつって今度逆に冬場にバッテリーが冷えすぎててもあかんから、バッテリーヒーターもそのシートヒーターの技術として同じような仕組みでついてるんですけど。ああ、バッテリー温めないとダメっていうことですね、エンジンかけるのに。そう、うん、なんかそういうので、そういう、なんか、ヒーター系のやつは、かなりもう出てるんですね。もともとはあれはね、エンジンの排熱がすごく大きいから、それで全部賄っててんけども、ハイブリッドにしたらエンジンちっちゃいから、あんま熱が賄われへんようになるから、それで別に電熱でやるようになったよね。ね、車内が寒いみたいですね、うん、そうそうそう、うん、まああれですよ、その半年ね台車貸す車屋さんってあるんやなって、うん、この車いらんのちゃうか忘れてんちゃうかなって思うでしょ。でも一回催促してるんですよ。催促って言って結構柔らかめの催促ですけどね。いや電話する時もねこっちも気使いますよ。電話かけるでしょ、もしもし夏ですけども車年末にお預けしたものなんですけどもって、で担当の人に代わってあ夏さんみたいな、いやよかった覚えてはるわ思って、もう第一声で僕の名前呼んでくれたわと思って、
で、車の件なんですけど、どうなってますかねって言ったら、いや、最近ちょっとそのデミオがなかなかいいの出てこなくて、でも、今1月なんで、一番ちょっとね、ちょっと落ち着いたら、1月もちょっと、まあ、半ば過ぎたら、どんどん出てくるんで、デミオは、みたいなこと言ってて、なんかちょっと、そんなノリなんやなと思って、じゃあ、ちょっと引き続きお願いしますって言ってから、もう今なんですけどね。もうちょっともう次どのタイミングで電話したらいいんか分からへんくって、困ってる。もうその車くれるんちゃうそれ。いやもうこれでいいっすわ言うたら、あやっとそういう風な気持ちになってくれましたって言われそうで、ああその言葉を待ってるか分からへん待ってるんかなって